ディーメルシュタットは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、バルデック・フランケンベルク軍に属す市である。本市は1970年に、ローデン市とブレクセン町及び周辺町村が、ディーメルシュタット市として合併し成立した。行政機能は、ローデン市区に置かれている。ディーメルシュタットは、北と東は、バールブルク、南東は、ホルクマールゼン、南は、バート・アーロールゼン。 西はマルスベルクと境を接している。本市は以下の区からなる。古い入植地であるアルトイコールローデンは850年頃にカロリング町、フランク町時代に建設された。1000年頃ここに教区教会が建設された。その遺跡は今も残っている。1228年から1230年にかけてハーゲンベルクの山上に城塞が築かれた。この 城山の麓に防衛施設を有するローデン氏が設けられた。この集落は1237年に初めてバルデック博アドルフ一世によって文献上にロスム・イン・カストロと明記された。1244年にこの博はローデンをアピダム・メウムと呼んでいる。アルト・イコール・ローデンは1330年頃までに衰退した。住民たちは 現在の旧市街周辺に定住した。最初の市教会は13世紀に建設されたが、1540年の火災で消失した。1560年から1566年に新しい教会が再建された。1648年からバルデック博、ゲオルク・フリードリヒの知性、ローデンはバルデック博領の宮廷所在地となった。 1647年から1654年にかけて、ゲオルク・フリードリヒは、城塞の基礎壁上に、現在の城管を建設した。1650年頃に、ノイシュタットが設けられた。宮廷は1664年に、アーロルゼンに移った。この町は、大きな火災に3度あっている。1735年に149棟、1753年1 0棟、 1873年に98棟の家屋がその犠牲となった。ディーメルシュタットは1970年11月1日にローデン市及びブレクセン町が自由意思に基づいて合併し成立した。同じ年にアンメンハウゼン、デハウゼン、ヘルミヒハウゼン、ノイドルフ、ベ店テンがこれに加わり、1971年にはヘスペリングハウゼンと、 オルペタールがこれに続いた。住民投票の結果、新しい町の名前はディーメルシタットと決まった。合併に加わった市町村にそれまでなかった名前が採択されたのである。ローデン市の都市圏はこの町に継承された。人口の増加は停滞している。アウトバーンのインターチェンジ付近に立地した多くの企業が職場を提供しており、 このため特に若い家族がディーメルシュタット市には多い。ディーメルシュタット市の人口のほぼ3、4がプロテスタントの信者である。アンメンハウゼン、デハウゼン、オルペタールを除く各市区にはそれぞれプロテスタントの教会がある。また、ローデン市区にはエホバの証人の王国会館がある。最寄りのカトリック教会はバート・アールオルゼン、バールシェルフ、マルスベルクにある。 ディーメルシュタットの市庁舎。背後の塔は、プロテスタント市協会の協会塔ディーメルシュタットの市議会は、25議席からなる、ローデンシクの旧市街ディーメルシュタットは、以下の広域道路網に接続している。ディーメルシュタットには、旅客駅が存在しない。ブレクセンの駅は1970年代に廃止された。最寄りの駅は、以下の通りである。 最寄りの空港はこの町のすぐ近くにある。ありがとうございます。